4番駅で女の人と駅員が話しています女の人はこの後すぐ何をしますかすみません先週イヤリングを片方落としてしまったんですが届いてませんかこれなんですがそうですかえーとこちらには届いてませんね昨日までに拾われていれば お忘れ物取りあえず会所で保管しています隣の東駅です東駅ですねあもしかしたら警察の方に行っているかもしれません拾われてから4日経ちますと警察の方に移すことになっておりましてあの交番 A はもう行って届け出はしてあるんですそうでしたかあの地下鉄の方へはお尋ねになりましたかえ 私が乗っていたのは地下鉄じゃなく、港町線なんですが。港町線は地下鉄への直通運転をしていますので、車内に落とされた場合、地下鉄の方へ届けられることもあるんですよ。そうなんですか。じゃあそちらにも聞いた方がいいですね。はい。お忘れ物取扱書になかった場合、そうしていただけますかわかりました。とりあえずそこへ行ってみます。 ありがとうございました。女の人はこの後すぐ何をしますか 4番駅で女の人と駅員が話しています女の人はこの後すぐ何をしますかすみません先週イヤリングを片方落としてしまったんですが届いてませんかこれなんですがそうですかえーとこちらには届いてませんね昨日までに拾われていれば お忘れ物取り扱い所で保管しています隣の東駅です東駅ですねあもしかしたら警察の方に行っているかもしれません拾われてから4日経ちますと警察の方に移すことになっておりましてあの交番 a はもう行って届け出はしてあるんですそうでしたかあの地下鉄の方へはお尋ねになりましたかえ。 私が乗っていたのは地下鉄じゃなく、港町線なんですが。港町線は地下鉄への直通運転をしていますので、車内に落とされた場合、地下鉄の方へ届けられることもあるんですよ。そうなんですか。じゃあそちらにも聞いた方がいいですね。はい。お忘れ物取扱書になかった場合、そうしていただけますかわかりました。とりあえずそこへ行ってみます。 ありがとうございました女の人はこの後すぐ何をしますか4番駅で女の人と駅員が話しています女の人は この後すぐ何をしますかすみません先週イヤリングを片方落としてしまったんですが届いてませんかこれなんですがそうですかえーとこちらには届いてませんね昨日までに拾われていればお忘れ物取扱い所で保管しています隣の東駅です東駅ですね もしかしたら警察の方に行っているかもしれません拾われてから4日経ちますと警察の方に移すことになっておりましてあの、交番 A はもう行って届け出はしてあるんですそうでしたかあの、地下鉄の方へはお尋ねになりましたかえ私が乗っていたのは地下鉄じゃなく港町線なんですが港町線は地下鉄への直通運転をしていますので 車内に落とされた場合、地下鉄の方へ届けられることもあるんですよ。そうなんですか。じゃあそちらにも聞いた方がいいですね。はい。お忘れ物取扱書になかった場合、そうしていただけますかわかりました。とりあえずそこへ行ってみます。ありがとうございました。女の人は

これなんですがそうですかえーとこちらには届いてませんね昨日までに拾われていればお忘れ物取り扱い所で保管しています隣の東駅です東駅ですねあ、もしかしたら警察の方に行っているかもしれません拾われてから4日経ちますと警察の方に移すことになっておりましてあの。 交番へはもう行って届け出はしてあるんですそうでしたかあの地下鉄の方へはお尋ねになりましたかえ、私が乗っていたのは地下鉄じゃなく港町線なんですが港町線は地下鉄への直通運転をしていますので車内に落とされた場合地下鉄の方へ届けられることもあるんですよそうなんですかじゃあそちらにも聞いた方がいいですね はい。お忘れ物を取り扱い書になかった場合、そうしていただけますかわかりました。とりあえずそこへ行ってみます。ありがとうございました。女の人はこの後すぐ何をしますか 4番駅で女の人と駅員が話しています女の人はこの後すぐ何をしますかすみません先週イヤリングを片方落としてしまったんですが届いてませんかこれなんですがそうですかえーとこちらには届いてませんね昨日までに拾われていれば お忘れ物取り合図会所で保管しています隣の東駅です東駅ですねあもしかしたら警察の方に行っているかもしれません拾われてから4日経ちますと警察の方に移すことになっておりましてあの交番へはもう行って届け出はしてあるんですそうでしたかあの地下鉄の方へはお尋ねになりましたかえ。 私が乗っていたのは地下鉄じゃなく港町線なんですが港町線は地下鉄への直通運転をしていますので車内に落とされた場合地下鉄の方へ届けられることもあるんですよそうなんですかじゃあそちらにも聞いた方がいいですねはいお忘れ物取扱書になかった場合そうしていただけますかわかりましたとりあえずそこへ行ってみます ありがとうございました女の人はこのあとすぐ何をしますか4番 駅で女の人と駅員が話しています女の人はこの後すぐ何をしますかすみません先週イヤリングを片方落としてしまったんですが届いてませんかこれなんですが そうですか、えーと、こちらには届いてませんね昨日までに拾われていれば、お忘れ物取り扱い所で保管しています隣の東駅です 東駅ですねあ、もしかしたら警察の方に行っているかもしれません拾われてから4日経ちますと警察の方に移すことになっておりまして あの、交番へはもう行って届け出はしてあるんですそうでしたかあの地下鉄の方へはお尋ねになりましたか え私が乗っていたのは地下鉄じゃなく港町線なんですが港町線は地下鉄への直通運転をしていますので。 車内に落とされた場合、地下鉄の方へ届けられることもあるんですよ。 そうなんですかじゃあそちらにも聞いた方がいいですねはいお忘れ物を取り扱い書になかった場合そうしていただけますか わかりましたとりあえずそこへ行ってみます。ありがとうございました女の人はこのあとすぐ何をしますか ở nhà ga người con gái và nhân viên nhà ga đang nói chuyện người con gái sau đây sẽ làm gì ngay <laughs> xin lỗi tuần trước tôi đã làm rơi một bên bông tai nó có được gửi tới đây không ạ đây ạ vậy à ừ, nó không được gửi tới đây nếu bị nhặt được cho đến ngày hôm qua thì sẽ giữ ở nơi xử lý đều đồ để quên là ga Higashi bên cạnh gahi ngashi nhỉ À, mà có lẽ là đang đến chỗ cảnh sát rồi. Chúng tôi quy định là nếu quá 4 ngày sau khi bị nhặt được thì sẽ chuyển đến chỗ cảnh sát. à tôi đã đến đồn cảnh sát và trình báo rồi vậy à à cô đã đến hỏi chỗ tàu điện ngầm chưa Ê, tuyến tôi đi không phải tàu điện ngầm mà là tuyến Minato Machi. Vì tuyến Minato Machi đi thẳng đến tàu điện ngầm nên cũng có khi nếu đánh rơi trên xe thì được giao đến tàu điện ngầm đấy. vậy ạ à, vậy thì tôi nên hỏi cả chỗ đó nhỉ vâng nếu không có ở chỗ xử lý đồ để quên thì cô làm vậy giúp tôi được không Tôi hiểu rồi, trước mắt tôi thử tới đó xem sao. Cảm ơn anh. Người con gái sau đây sẽ làm gì ngay?